エルザに入って約1年山にこもって修行していました。マーボーの光景授かりしジュニアたちとジュニアたち、セクシーというより野獣のお孫ヘルニア2期長谷川、イケメンが帰ってこないニュースクール、朝からアールグレイ、パンがなければケーキを食べればいいのよ玉お嬢様、汗をしばき倒したい石川みくる、ひな河内、日光サメ軍団副団長アナギャル、団長アゼサム、を筆頭に、まあ、2年生なのに服が止まらないに重い腰を上げます、よろしくお願いしサムということです。はい、相談方間違えました、すいませんでした。それでは音源さん大丈夫でしょうか、ありがとうございます。それではお呼びいただきましょう、次のサム軍団です、どうぞ。
とうございました。いや、若さあふれる印象ですよ。